2007年代韓民国大統領選挙は、第17代大韓民国大統領を選出するため、2007年12月19日に行われた韓国における国政選挙である。任期は1期5年で、当選者の任期は2008年から2013年まで。ロ・ブ・ゲン大統領は憲法規定により再選が禁止されている。なお、韓国では選挙の回数を、大回ではなく、 大々と数える。今回大統領選挙では、韓国大統領選挙史上最多となる12名が、立候補したが、事実上、開かれた売り党が改変した、与党系政党である大統合民主新党の帝、党英候補と、野党藩奈良党の李秋広候補、そして、元藩奈良党総裁の李海章候補の有力3、候補による争いとなった。 今回の大統領選挙では、経済再生を公約に掲げた野党半奈良党のり、秋広候補が、低党へ候補らを大差で引き離して勝利した。この結果、1997年と2002年の大統領選挙で立て続けに敗北した半奈良党は10年ぶりに、政権を奪還することに成功し、近代中、ロブゲンと2代10年間にわたって続いた。 進歩主義政権に終止符が打たれた。と大統領の与党だったウリ党が改変した政党である民主新党と野党第一党の半奈良党における大統領候補決定までについて紹介する。民主新党の大統領候補を選ぶための予備選挙は、党員以外の一般有権者にも投票権を与えるオープンプライマリー方式で実施され、9月3日から5日までの予備選挙と、 9月15日から10月14日までの本選挙の2段階に分けて実施された。本選挙については、全国16の広域市、道を巡回して行われる投票と、モバイル投票、世論調査の3つに分けて行われた。全国を巡回して行われる投票は、9月16日のウルサン広域市を皮切りに実施されたが、選挙中盤に、 党重候補に対する不正選挙疑惑が浮上したことで一部地域の投票が延期され変則的な選挙が実施され10月15日に本選挙の開票が行われた予備選挙候補者民主新党の本選挙候補者は以下の5名であるなお予備選挙に名乗りを上げていた選商売と金都館秋見合新はじめ南は予備選挙段階で脱落し 選挙戦から撤退した。党内選挙結果民主新党における、党内選挙の結果、強い組織力を持つ低党 A 候補が、全候補の累積投票49万票余りのうち、21万7000票弱を確保し、得票率43.8%で勝利して、同等における大統領候補となった。一方、半七党を離党して、 民主新党に参加し、本選挙に立候補した。孫鶴慶は、モバイル投票では優位に立ったが、地域選挙では、彼が地盤とする首都圏においても、低投影候補に大差をつけることができず敗北した。進路系の理解3は、本選挙以後において、同じ進路系の半秋らしくと、劉自敏が、理解、参考保支持と立候補を辞退し、 新路系を一本化できたにもかかわらず、3位に終わった。ハンナラ党における予備選挙は、全ソウル特別市市長のリア・アキヒロと、子、僕世紀元大統領の長女で、ハンナラ党の代表を務めた僕クネとの有力候補に名による、激しい選挙戦となったが、リア・アキヒロ候補が、ハンナラ党における大統領候補となった。 予備選挙候補者党内選挙結果半奈良党における候補者予備選挙は選挙人団投票80%世論調査20%の割合で実施され8月20日に行われた全党大会で党内選挙の結果が発表された選挙の結果総得票で僕根候補を抑えてトップに立ったリア・アキヒロ候補が 第17代大統領を選挙候補に確定した。ナオリアキヒロと、僕クネの総得票の差は2452票、率にして1.5%の僅差であった。出典、前景書16ページの表、半奈良党の党内選挙の地域別得票現況を11月25日と26日の、両日、大統領選挙の立候補者登録が行われ、 過去最多の12名が立候補した。このうち、国民中心党の陳太平候補と、国民連帯の、李受政候補は選挙運動期間中に立候補を、辞退したため、最終的には10名による争いとなった。当初から優勢を保ち、経済再生を公約に掲げた半奈良党の李昭広、候補が現政権に対する批判票を集めに以下に、 圧倒的な大差をつけて当選した。出典、G や日本国際問題研究所マイナスのコラム、韓国大統領選挙における特徴。リア・キヒロの得票率は48.7%で、あるが、1987年の民主化以降に行われた大統領選挙においては、前回の大統領選挙で当選した、ロブゲンに次ぐ2番目の高さとなった。また、 得票率2位の低投影との得票数差は531万7708票だが、これも民主開雇の大統領選挙では1987年の大統領選挙における、ロタイウと金ヨンサムの得票差194万5157票を抜いて、新記録を更新した。保守勢力と進歩勢力で得票を比較した場合、 保守勢力が63.8%、進歩勢力が35.6%で、保守勢力が6割を占め、進歩勢力が多数派を占めた5年前とは、正反対の結果となった。リア・キヒロ候補が勝利できた要因としては、経済界出身の同志が、経済大統領としてのイメージを形成することに、成功し、選挙の最大争点となった。 経済公約を積極的に掲げたことで、有権者の支持を幅広く集めたことにあると言える。反露部軍機運の高まり経済大統領としての、イメージ作りの成功与党系陣営の、ネガティブ戦略の限界政権交代の、願望与党系陣営の統一候補要率の、失敗保守層の勢力結集全国16の、広域市、同のうち、 平民統計政党の絶対的地盤である、全羅道以外の13地域すべてで、リア・アキヒロ候補が1位となった。地域別で見た場合、リア・アキヒロ候補は、出身地の軽症道で5割を超える支持を集め、特に、軽症北道では7割近くに達した。一方、低東栄候補は、地盤の全羅道3地域すべてで7割以上の支持を集める結果となり、 韓国政治に強い影響を与えている地域感情の強さが今回の選挙でも明らかとなった。なお3位に止まった李海翔候補は継承道と大田公益市及び中世南道で低東栄候補を抑えて2位となった。特に中世南道では李明広候補との得票差は9439票、率にして0.9%と僅差であった。 次のリストは、国政選挙委員会が運営する主要なイベントを、日付順に列挙したもの。スケジュールオブセブンティーンスプレジデンシャルイレクション、選挙人名簿に登録された投票者が、携帯電話で投票するものである。自動回答電話がかかってきたら有権者はパスワードを入力し、音声ガイダンスに従って、自分が投票したい候補者の番号を押して投票する。 リストオブオフィシャルキャンディレート挑戦日報サイト2007年12月4日付大統領選3つの勢力に再変化挑戦日報サイト2007年12月19日付大統領選第17代大統領選を振り返る自治体国際化協会クレアリポート第327号大韓民国の第17大統領選挙第6小選挙結果 第一説、投票率と得票率より、自治体国際化協会クレアリポート第327号、大韓民国の、第17大統領選挙第6小選挙結果より、引用、タイムラインオブ2007プレジデンシャルイレクション、ザ・ NEC、2007。ありがとうございます。